はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アンティークギアデッキ作ってきたので、ご紹介と対戦をしていこうかなというふうに思っております。アンティークギアの方ね、OCG の方のデッキがほぼほぼ再現できましたね。なんかあんま変わってるとこないです。なんで早速ね、バチコリと課金して作ってきたんですが、やっぱね、エースモンスターはどれかと、アンティークギアデッキのこれなんですよ。アンティークギアカオスジャイアント、こいつがね本当に強くてかっこいいんだよね。なんだけど、まあ、ちょっとアーク5界で言うとこいつ悪の化身みたいなモンスターで、デニスがね使う、まあ、クロノス、アンティークギアってクロノスのデッキのイメージ皆さんあると思うんですけど、アーク5のモンスターなんですよね、このアンティークギアカオスジャイアントっていうのは。でこのモンスターどういうモンスターかっていうと、アーク5の融合次元からその他の次元を侵略するガチでやべえやつみたいな、その悪の親玉が使うモンスターみたいな感じなんですよ。でこのアンティキアカオスジャイアントを今日は出してぶん殴っていくというデッキに、なっております。で効果なんですが、どういう効果を持っているかっていうと、まあ、このカード融合召喚でしか特殊ができませんと。でこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードは魔法トラップカードの効果を受けないと、まあ、要は激流走とか、そういう系の、今なんかあと何入ってるんだ、汎用の魔法トラップ強制脱出装置とか、そういうカードが効かないと。でさらに相手はバトルフェイル中にモンスターの効果発動できないと。これめっちゃ強いんですよ。このモンスターの効果発動できないから、例えばそのダメージ捨てなんか使う打点アップする効果とかね、あとなんかそのモンスターの効果でダメージ計算時に打点がアップしますみたいな、例えばなんだあれとか、アストラムとか、ああいう系のモンスターの効果とかも全部発動できないんですよ。でさらにこのカードは相手モンスターのすべてに1回ずつ攻撃をすることができて、守備表示モンスターをぶん殴ったら貫通すると、で4500あると。これがねめちゃめちゃ強いんだよね。こいつを今日は出していくっていう構築になっております。でですね、まあどういう構築になっているかっていうと、まあこういう構築なんですが、まあシンプルに高校ワンキルしていきます。はい、ひたすらにね高校でね除去するんですよ、モンスターとか魔法トラップを。例えばライトニングストームとか、ハーピの羽根暴起とか、サンダーボルトとか、あと怪獣ですね、ガダーラとか、そのガムシールあたりで相手のモンスター、強いモンスターとかを、まあ、全部ぶっぱしまして、ほんで、カオスジャイアントにぶん殴っていく。まあ、ちょっとサンダーボルトとかは若干相性が悪いんですけど、カオスジャイアントの効果とはね。ただね、まあ、2体結構出るんで、4500が2体立てば、まあ、4500×2 でぶん殴って勝てるんで、だから一応1枚だけ入ってますけど、ライトニングストームとか魔法トラップがね除去できますんで、展開を邪魔されないっていうことで、一応魔法トラップ、ハービーの羽根暴起のまあと似たような役割として入ってます。あとツインツイスターも入ってて、これなんでかっていうと自分のギアタイム割れるんですよね、これ。まあ結構ねこのデッキの一番強い動きは、まあ、1戦目で動き方やってるんで見てもらえば分かるんですけど、ギアタウンとカタパルトが揃った時に一番強い動きをするんですよね。これデッキから好きなアンティークギアモンスター2体特殊召喚できるよっていうコンボなんですよ。 ギアタウンとカタパルトがあればね、高校でなんですけど、まあ、そういう前にね、例えばなんかその効果無効にされるとかそういうのがあると思うんで、まあ、ツインツイスターで例えばバックを除去ってから動くものもできるし、シンプルにギアタウンを割ることもできるかなと思って2枚入ってます。はい、であとはどういうギミックかっていうと、マジで簡単で、パルスティックシューター出します。基本的にまずパルスティックシューターはちなみに機械族地属性モンスターみたいなんで、出しやすさ的にはかなり出しやすくて、例えばロックアンカーとか無限系のロックアンカーとか、あとこのバレットライナーとか、この辺のモンスター、あと緊急ダイヤですね、緊急ダイヤあたりがあるともう1枚で、展開できたりするんですよ。緊急ダイヤはここでまずパリスティックシューター出しますと。でパリスティックシューター出して、で効果発動しますと。これリンク召喚に成功するとデッキからアンティークギアモンスターか、ギアタウンを持ってこれるよっていう効果あるんですよね。だからこれギアタウンをとりあえず基本的には持ってきます。まあ、あればもうギアタウンがあればモンスターでいいんですけど、持ってきますと。で2番目の方から自分のフィールド上の魔法トラップカード1枚と相手のフィールドのモンスターを対象に、自分のカードを破壊しながら相手のモンスターの打点が、攻守がゼロになるよっていう効果あるんで、これで、攻守をゼロにした上でギアタウンで、展開していく。でギアタウンで出してくるのは足りないやつ、例えば、まあ、アンティギアワイバーンとか、召喚条件は無視できないんで、アンティギア
ゴーレムとかは出せないんですけど、リアクターとかこの辺は出せますね。あとあのドックとかで、ドックがまあ強くて、こいつ融合内蔵してるんですよ。3番目の効果で一旦に一度自分のメインフェーズに自分の手札フィールドからアンティキア融合モンスターを、墓地送って融合できますよっていう効果あるんで、これで、こいつが結構出ますと。これね、アンティキアモンスターかける4なんで何でもいいですよね。あのアンティキアが4体いればなんで、まあしかもこいつもアンティキアですし、だからリンク召喚した後にリンク召喚してこいつを巻き込んで融合とかもできますんで、ドックはまあ強いという感じですね。ちなみに融合は一応パワーボンドパワーボンドっていう最強マジックカードとオーバーロードフュージョンが入ってます。まあちょっと本当はパワーボンド3積みぐらいしたいんだけどさ、個人的にはちょっともうちょっとね、あの廃用カードに咲かないとあの勝てないかなという感じなので、パワーボンドは1枚に一応抑えてます。本当は3積みしたいです。で、あと説明しないところはあるかな。あ、ボックスですね。ボックスは、効果で手札からあの手札に加わると、攻撃力かまたは守備力が500の機械族持続性をあのデッキから持ってこれるよっていう効果があるので、まあ、これで、まあ、もちろんロックアンカーも持ってこれるんですけど、このアンティキアのね、ギアフレームを持ってくることができるんで、あの増えるんですよね。要は、アンティークギアワイバーンが、ボックスサーチしてあのフレーム持ってこれるんで、まあ、3枚になるとアンティキアカードがこれ1枚あれば、だからあとは融合とね、なんか適当なアンティキアモンスターなんか、なんかいれば、融合すぐできますから、はい、っていう感じの動きになってますね。で、何が何枚かっていうのを先に、ご説明しておきますと、アンティキアハウンドロック、それからボックス、ワイバーン、フレーム、ロックアンカー、ゴーレム、ガメシエル、ガダーラ、この辺のモンスターはあれですわ、処理するため先行制圧モンスターを、こっち基本的に後攻を取るデッキなんで、先行で強いモンスター立つとマジやばいんですよ。だからこのガメシエルとガダーラを、相手のフィールド上のモンスターをリリースして出していくことによって、そいつをぶん殴っていくみたいな、ね、感じの動きですね。でガダーラはなんか風属性の、怪獣なんで風ロックされること結構多くて、なんで入ってます。はい、で安定ギア、リアクタードラゴン、バレットライナー、サンダーボルト、羽根暴起、テラフォーミング、パワーボンド、オーバーロードフュージョン、それから安定ギア、カタパルト、フュージョン、ライトニングストーム、ギアタウン、ツインツイスター、墓穴の指名者、緊急ダイヤっていう感じの構築になっておりますと。で、エクストラが安定ギアデビル、これ強いんですよね。あのこれ先行押し付けられた場合も一応安定ギアデビル出しとくっていうのが結構強くて、これ他のカードの効果受けないんですよ。一番右の効果 でこれすごい強い、硬いです。かなり戦闘でしかほとんど破壊されないのと、あと戦闘でこのカードの戦闘で破壊されるとデッキからアンティキアモンスターを召喚条件無視して特殊召喚できますんで、これ何でも出せます。はい、これ何でも出せます。なので、まあ、こいつを先行で立っとくっていうのは一応するんで1枚入ってますっていう感じですね。で、アンティキアメガトンゴーレムとか、アンティキアアルティメットゴーレムも入ってます。これあれです、4体素材ないっていう時に融合していくワンチャンモンスターなんで、これ入ってますっていう。で、まあ、基本的にはカオシアイアントが出るんで、カオシアイアントは2枚。それから、ギアギガントクロス、アイアンボルフ、トルネドラゴン。これはサイクロン内蔵してるんで、一応ね、ギアタウン割れるなと思って入れてます。使ったことないです、ほとんど。はい。で、バグスカー。これもね、一応先行でやることあって、ロックアンカーから、例えば、ワイバーンとか、を特殊召喚できた場合なんですけども、これね、特に制約かかんないんで、特殊召喚するモンスターに。だから、バグスカー出しといて、こいつ守備表示で置いとけば相手のフィールド上のモンスター全部守備表示になるし、効果発動できないよみたいな、効果無効化されるよみたいな効果あるんで、これがワンチャン先行への回答ですね。で、まあ、ほとんど使わないでこれ抜いてもいいかなと思ってるんですけど、タイタニックギャラクシー、まあ、一応レベル8並ぶこともまあたまにね、たまにあるんで、まあ、入れてるんですけど、これなくてもいいかなと個人的には思ってます。はい。で、アーゼウスが1位。これはまあ、アイアンボルフとか、この辺のモンスターでぶん殴った後に重なられるように入ってますって感じですね。で、トロイミアフェニックス、これバック除去用を、パレスティックシューターは2枚圧倒的、これ初動なんでね。で、あとアナコンダ。アナコンダはオーバーロードフュージョン落として、2体目のアンティキアカオスジャイアントを出せるから入ってますっていう。まあ、そんな感じですね。動き方はね、対戦動画見ていただければわかると思うんで、早速対戦動画やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。デッキはなんだ？強欲な。壺あるじゃん。真面目にデュエルしてるやつだな。俺ルーム戦ほとんどルーム戦しかやってないから、強欲な、なんかそのゴールドパスで100いくと強欲なその壺のこのなんかあれもらえるんですけど、1名も溜まってないんですよねまだ半分ぐらいですよね。でプラチナランクくらいまで行ったんですけど、その後全然以降ランク戦をやってなさすぎて、
はい、なんかほんまクソみたいなデッキ調整してルーム戦で試すみたいなことしかやってないからほとんど全然かけらたまんないんだよな強力なゴールドパスの。これあれかあれやん、玄魔やな。なるほど、これ玄魔もなんかまあ強いですよね。なんかあの手札からぶん投げてくる何したっけな、なんだっけ展開蹂躙剣みたいなやつ、あれでさ打点8000とかだってぶん殴ってくるの、あれ迷惑だよね。めちゃくちゃ強いと思うんだけど、しかもなんか安定感すごいし、なんか一枚衝動でなんかめちゃくちゃ玄魔がいっぱい出てくるんで、これやってるのかなやばいなと思ってるんですけども、暗黒の召喚師の効果によってリリースするとハモンかウリアかラビエルをどれかデッキから手札デッキから召喚条件無視って特徴化する。いやおかしいだろ、召喚条件無視すんなマジで、こいつら召喚条件無視られたらたまったもんじゃないだろ。墓地から除外すると、ウリア、ハモン、ラビエルのどれかを1枚手札に加えることができると。はい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 、いやこれ強すぎなんですけど、簡単に4000立つのやばくない。で混沌の方はリリースするとまた出せると。やばいわやってること、やってることやばすぎるマジで。ラビエル、あ、ちょ、間違えた。こいつの効果は除外すると、あ、失楽園か。失楽園は確かなんか、ラビエルかハモンかウリアがいるとなんか2ドローするとかいうなんかクソみたいなこと書いたんだよな、これ。やばない。これ展開してってことはまだ2番でしょ、これ。で、しかも対象に取ることができない。やばい。これ終わったかもしんない。世界が。愚かな埋葬。さらに動いてくる。めちゃくちゃ強いやんけ。な、それ。まあ、ちょっと俺の手札は割と悪くないですけどね。あのアンティークギア、ギアタウンとアンティークギアカタパルトっていうまあ2枚セット、ハッピーセットが揃ってるんで、悪くはないんですけど、で相手の展開が強すぎて、これやばいこれ相手の展開が強すぎる。まずいか、でもアンティークギア来てくれた。ですね。まあでもこれはギアタウンから行くしかないから、ギアタウンを発動。ギアタウンを発動して、なんかチェーンがある。いいだろう。で、アンティークギアカタパルトの効果を発動。カタパルトはフィールド上の表側表示のカードを1枚破壊することによって、その後デッキからアンティークギアモンスターを特殊召喚するということを持っている。ちなみに、召喚条件は無視できる。こいつか。アンティークギア、ハウンドロックを特殊召喚し、さらにギアタウンの効果も発動。ギアタウンの効果によって、これはワイバーンでいいか。あ、いや、ワイバーン諸国なのこれ。これ、ハカーナの指名者一応セットする。まあでもセットするから誘発あるかもしれないしな。で、これ、安定ギアワイバーンの効果を特殊召喚に成功した場合、デッキからなんか持ってこれるぞ、安定ギアモンスターを。もしくは安定ギアカードか。安定ギアカード持ってこれる。ボックスをサーチさせてもらうぜ。そして、ボックスの効果を発動。ボックスの効果によって、デッキから守備力、または攻撃力が、500の。地属性機械族を、手札に加えることができる。これによって無限起動ロックアンカーを手札に加えさせてもらうぜ。そしてロックアンカー召喚、ロックアンカー召喚、ロックアンカー召喚成功時、あ、なんだっけそれ、あ、トークン出るやつ、はい、トークン出るやつですね。でロックアンカーの効果を発動。ロックアンカーは召喚特殊召喚に成功した場合、手札から、地属性機械族モンスターを1体特殊召喚することができる。これによってこれでいいや。バレットライナーを特殊召喚。あの伏せカードなんだ、あの伏せカードマジなんだ、わかんねえ。トークンが出てきた、いいだろう。そして2体の地属性機械族モンスターでリンク召喚。俺はロックアンカーとバレットライナーをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れよ、アンティギアバリスティックシューター。そしてバリスティックシューターがリンク召喚に成功した場合の効果を発動。リンク召喚に成功した場合、デッキからギアタウンを手札に加えることができるぜ。ギアタウンでいいの、ギアタ対象に取れるもんな。別に今あのトークンは対象に取れる。アルミラージがどっか行ったところでトークンは対象に取れる。そしてギアタウンを発動。そしてアンティギアバリスティックシューターの効果を発動させてもらうぜ。アンティークギア、パルスティックシューターの効果によりギアタウンとお前のフィールド上のトークンを選択し、トークンしか対象取れねえのかよ、強えなマジで。相手の攻守をゼロにし、そしてギアタウンが破壊された場合の効果を発動。ギアタウンが破壊された場合、デッキからアンティークギアモンスター1体を特殊召喚することができる。こいつは名称指定単位
これリアクターじゃねえか。いけアンティークギア、リアクタードラゴン。そしてだな、今いける。アンティークギアハウンドロックの効果を発動。アンティークギアハウンドロックは自身の効果で融合することができる。融合なしでな、手札のボックスとこれとこれと自身でいいかと、自身だな。古の魂受け継ぎし機械次回の猟犬どもよ、その銃の首混じり合わせ混沌にして絶大なる力となら融合召喚現れろ。レベル10アンティークギアカオスジャイアント爆弾。このモンスターは魔法トラップカードの効果を受けず、バトルフェーズ中相手はモンスターの効果を発動することができない。そして俺は2体のモンスターをリンクマーカーにセットし、サーキットコンバイン現れろ。アンティークギアベルテアナコンダ。そしてアンティークギアベルテアナコンダの効果を発動。アンティークギアベルテアナコンダは、融合またはフュージョン魔法カードを2000ライフを支払い叩き落とすことによってそのカードの効果をコピーする。この効果の発動後ターン終了時まで特殊召喚することは自分はできない。そして俺は墓地に存在するアンティークギアモンスター4体の魂をゲームから除外し冥界の扉を突き破らせてもらうぜ。再び現れろアンティークギアモンスター4体の魂は冥界より除外し、この世の終わりだ。これがこの世の終わり。いけアンティークギアカオスジャイアント2体目バトルフェイスだ。行くぞ幻魔とやら。何アルミラージュ、あ、いいだろ。アルミラージュ自身をリリースすることによって効果でも破壊されなくする。そんなことはどうでもいい。そんなもん、そんなことはどうでもいい。メインフェイズは続けない。さあバトルフェイズだ、行くぞ幻魔とやら。行けアンティークギアカオちゃんと、このモンスターは全てのモンスターに攻撃をすることができる。行けうえいや、ただしアンティークギアカオちゃんとは魔法トラップカードの効果を受けない。行けアンティークギアカオちゃんとのアタック。そしてこのモンスターは全てのモンスターに攻撃をすることができる。うれいけアンティークギアカオちゃんとの攻撃クラッシュオブダークネス。くたばれクラッシュオブダークネスバリアミラーフォースやったらちょっとリアクターから流れるから教えて。さあお次はランクまでこの最強デッキをお見舞いしていくぜ引き殺していくぜランクマのお友達たちをな。強欲で金満なツボやべつえ、ちょっといらないっす、すいませんでしたすいませんでした。合金なんだろうこれ、あれかな、エルドリッチってやつか。ちょっと俺あんま環境のこと知らないんだけどさ、これ合金ってエクストラデッキから除外するからなんかあれですよね、エルドリッチとかめっちゃ強いみたいな話ありましたね、はい、さあ一体どんなデッキなんでしょうか。あとあれですよね、あのダイエーザデッキとかもう入ってるイメージありましたけど、合金か合まあでも どっちかというとゴードンか、ダイエーザの方が合金。さあセットセット、まあエルドリッチなのかな、わからんけど、ちょっと俺エルドレッチと戦ったことほとんどないんで、あーあーあーなこれ除外よろずぐらいのグラットン来た。グラットンくんこれ除外ビートっぽいな、なんかちょっと大座系のビートダウンかもしれない。あのサンダーさんのチャンネルでオックンさんがよく使ってるやつオックンさんがよく使ってるやつだこれ。緊急ダイヤ発動。さあ緊急ダイヤの効果により俺はデッキから機械族地属性モンスターをなんか2体くらい出せるぜ。1枚が2枚になるカード最強、レベル4以下の機械族と地下地属性とレベル5以上の機械族地属性を出せるっていうカードだぞ。さあ無限起動ロックアンカーと、バレットライナーを特殊召喚していくよ。これによってバレットライナーはエンドフェーズにバレットライナー以外の自分の墓地の機械族モンスターを回収するっていう効果を持ってるから、これで後続も確保することができる。なんとそして、アンティークギアパリスティックシューターをリンク召喚。いけパリスティックシューター。
さあアンティークギアパリスティックシューターをリンク召喚し、リンク召喚成功時効果、デッキからアンティークギアモンスターまたはアンティークギア、あ、じゃあギアタイムを1枚手札に加えることができる。なんかチェーンガンだ、怖すぎ。ウララだったらさっきの緊急ダイヤに打ってる気がするんだよな。さあアンティークギアパルスティックシューターの効果により、もちろん俺はギアタウンを手札に加えさせてもらうぜ。さあギアタウンを発動 してしまうとお前のモンスターの攻守がゼロになってしまうぞ。大丈夫か。さあパルスティックシューターの最強効果を発動してもらうぜ。なんだかんだ言うてあのワイバーンいるんでなんとかなりますね。これパワーボンドでパワーボンドでワンチャンあるんで。神の戦果かね。何4000番実質ギアタウンが4000番になった。え、これ破壊されたら出せんじゃね、これギアタウン。これ破壊するよな。あ、出た、神ゲーだ、神ゲーだ。ランクマのお友達知ってるか、ギアタウンってのは破壊されるとアンティークギアモンスターを一体特殊召喚することができるんだぜ。つえ、これ何にしよう。ワイバーンいるけどワイバーンなんかまた無効にしてたら嫌だな。だろうな、これ一応ワイバーンで様子見るか。ワイバーンで様子見に行くか。ワイバーン召喚でこれどうだ。アンティーキャワイバーンの効果を発動するかよろしいか。よろしいな、よろしい。とりあえず、ボックスのサーチ、そしてボックスの効果により手札に効果で加わった場合、またデッキから攻守どっちかが500のアンティーキャを加えさせてもらったぜ。あれなんだ。まあでもあれなんか知らんけどの魔法トラップカード、あれなんか知らんけど、知らんけどパワーボンド打ってカオッチャイエンと着地したらもう勝ちなんだよね。これもうほぼ4000しかないから相手ライフぶん殴ったら勝ちだろ。俺は手札のアンティークギア4体を墓地に送り現れる。これが究極にして最強のアンティークギアモンスター、アンティークギアカオスジャイアント。アンティークギアカオスジャイアントは表側表示で存在する限り相手の魔法トラップカードの効果を受けない。そして相手はバトルフィール中モンスターの効果を発動できない。つまりお前のグラッドの効果は実質無効よ。そしてフィールド上のトロイミアフェニックスでもいいのか、もうもはや、いやでも一応アナコンダで様子見るか。ちょ分からんけど何が起きるか知らんけど、超融合とかさすがに入ってないだろ、まあ、超融合もあれか、あれか、魔法トラップカードの効果起きないから超融合できんのか。今出てきたトロイミアのかな。はいはい、さあプレデタープランツベルテアナコンダをリンク召喚、そしてベルテアナコンダの効果を発動。ベルテアナコンダは2000ライフを支払い、デッキからフュージョンまたは融合魔法カードを墓地送り、その効果をコピーする。もちろん俺は墓地のアンティークギアモンスターを4体ゲームから除外させてもらうぜ。これとこれとこれと何でもこれだな。イニシエの魂受け継ぎし、機械次回の猟犬どもよ、その銃の首混じり合わせ混沌にして絶大なる力とならん融合召喚現れろ。レベル10アンティギアカオスジャイアントバトルビーズ、いけアンティギアカオスジャイアント、敵を滅せよ、クラッシュオブダークネス。お前の範囲はただ一つ、てめえは俺を怒らせた。